さちゃん、今日飲み会あるんだけど来ない？ごめんね、今日予定あるの。やっぱ来てくんないよな。お前に上京して1年、いまだにこういう時どうしたらいいかわからない。ありがとうございます。田舎育ちで話すのも苦手。いまだに誰とも付き合ったことがない。変わりたかった。漫画やドラマみたいな恋がしてみたかったけど。青葉台の子？はい。まあマジか。この後暇？俺さ、今友達待ってて、なんかあと変わったのは見た目だけ。友達待ってて、あと2時間はかかるとか言われてさ。ごめんなさい、予定があって。予定って何？車あるから送ってこうか。そういうのは私には縁のない話なんだ。大丈夫です、すいません。じゃあさ、連絡先だけ教えてよ。すいません、本当に。ごめん、仕事で遅くなった。待った。行こっか。そろそろ大丈夫かな。 ありがとうございました。いや、大丈夫だよ。モテる子は大変だね。いや、そんな。じゃあ僕はこれで。あるわけない、こんな素敵な人と。あるわけない。この後空いてる？頭では分かってるのに。はい。こんな自分は初めてだった。名前聞いていいかな？白木梨沙です。俺は深見ひろとです。梨沙ちゃん未成年じゃないよね？ワイン飲める？ワインって実はほとんど飲んだことないけど。お酒苦手？いえ、いただきます。じゃあ飲もうか。少し酔った方が話せるかもしれない。本日のコースですと、こちらのシャトーマルゴをお勧めしておりますが、いかがでしょうか？じゃあその58年のものね。こんな大人の人が私なんか意識するわけないか。なんだろうこれ、なんかすごく楽しい。と食事してワイン飲んで、え、その後おはよう。おはようございます。あの、昨日私、昨日あれからレストランで寝ちゃったんだよ。信じられない。梨沙ちゃんお酒弱かったんだね。まだ出会って間もない人の前で酔っ払って寝て、もう大人なのに何やってんの私。梨沙ちゃん体調悪い？ごめんなさい、本当にごめんなさい。
気を許してくれたってこと？どうぞ。いただきます。コーヒー苦っ。あれ、カフス昨日どっかに落としたかな。あ、ありました。本当？キスしようとした？悪い。私やっぱり遊ばれてる？っていうか私まだファーストキスも。じゃあ。ごめん。今までこんなことなかったんだけどな。会ったばかりなんだけど君に一目惚れしちゃったんだ。よかったら俺と付き合ってくれませんか？嘘だ、そんなわけない。こんな素敵な人が私のこと好きなんてない。ありえない。騙されちゃダメ。おかしいよね。本当ごめん。そうだよね。あの、私なんかでよければ。リサちゃんじゃないとダメだから。このまま君を返したくない。初めてなんですけど、いいですか？ごめん、あんまり可愛いから止
めらんなかった。次そんな可愛い顔したらもう我慢しないからね。支度しよっか。嘘じゃないよね、夢じゃないよね。お疲れ、できちゃったよ。それ絶対騙されてるって。え、話がうますぎっていうか、そのくせ1週間も連絡ないなんて。でもその人仕事何してんの？ほら、絶対結婚詐欺とか変な商売の人とかでしょ。リサは人を疑わなすぎなんだよ。やっぱりそうなのかな。不安なら連絡してみたら。私から？彼女なんでしょ。聞けばいいじゃん、だって彼女なんだから。電話番号だって知ってるし、いつかけたっていいよね。はい。深見さん、今大丈夫ですか？うん、リサちゃんは今外。実はこの間のカフェに来てるんですけど。深見さん？リサちゃん？分かんない。会いたいのにどうしたらいいか分かんない。よかった、まだいた。神さん、なんで？あんな声聞いてこないわけないから。会いたくてたまんなかった。他に誰がいるの？好きすぎてどうにかなりそうだった。私もです。明日休みが取れたんだ。じゃあゆっくりできますね。意味分かってないでしょ。え？このまま君をさらってくから。今夜は覚悟して。リサちゃんの全部俺がもらうから。ついに今夜。うまくできなかったらどうしよう。大丈夫、全部俺に預けて。リサ、俺を最初で最後の男にさせて。
大丈夫。嬉しくて。かわいすぎるよ。リサ。そうだ、私、深見さんと。ああ、青葉大学院の。私の話？ああ、驚くだろうな、俺の正体を知ったら。深見さん、一体何者なの？